爽快を望みて思う。柳田国夫。一。私はいつかこんな檻があったら、お話をしてみたいと思っていたことがあります。日本が四個の大なる島から成り立っているように考えることは誤っている。この誤りはいつの時代からか知らぬが、とにかく、 全国図というもののできてから後のことと思います。おそらくはまた例の通り、我が国のことを外国人の本から教えてもらって知ったくらいのことでありましょう。少し考えてみたらわかるごとく、我々の住む島は台湾から千島にわたって、やや大きなものが500近くあり、その下半は現に住んでいるのです。 この誤りは国家の成長するにつれて自然に放任しておいてもこうなっていくべきものだったかもしれませんが今になって解雇してみますとこれが現在我々の一大問題すなわち日本の世界的孤立という形成を生じた一原因ではなかったかと思うのでありますこの国の人は大昔土工の技術を 肝心から学んだとありますしかも多くの職業は世襲秘伝でありましたので、その術が広く一般の利益に行き渡らなかったのです。全体に雨の多い国なので、飲み水に困るということはなかったが、その代わり大部分の農民は水の害を防いで平地に安住するの方法を知らぬ前、また縁国に 美伝となるべき土地のあることを知る手段の備わらぬ時代には川の流れに沿い海岸から離れて上の方へ上の方へ入ろうと努めたようでありますまた地形もこれを促したように思います大阪をはじめとし今日のやや広い一帯の耕作地は歴史時代の海または遠飛型でありました ほんの金星に包みができて、稲を作りうるようになったのであります。大昔の田代は必ず山々の谷にありました。川岸を遡って谷に入れば、もう海は見えなくなる。二三代もすると海を忘れ、自らを称して山国のものなどと言います。もっとも山で取り囲んだ貝、 シナノなどに入りますと、実際そんな感じがします。ミノとか、上州とかの人たちでも、どうも官房がよく治らぬ、少し海岸の空気を吸わなければ、などと言って浜辺へ出てきます。伊豆くんぞ知らんや、あの辺で村里にも、ちゃんと海の風が吹いているのであります。でも、海の旗へ来ると、目に見えてよくなるじゃないか。 というそれは空気が街中のように濁っておらず、魚を食ってのんきにしておるためで、あちらが開国でない証拠にはなりませぬ。日本の武家は狩猟が好きであった。これ我々が本来の産人であった、いつの証拠なりと申します。しかるにイノシシ、サル、シカが山の奥へ逃げ込んだのは、 ほんの近年のことで、以前は彼らも、また、海岸の住民でありました。土佐にも、阿波にも、備前にも、今なお鹿の住む鹿島があります。陸前の金華山や、秋の宮島は、皆様もご承知、鹿島という群は、二つ以上あって、共に皆、海岸であります。対馬には、以前、 野獅子が多くて、その害に耐えなかった。島の端から端へ、木作を作り、これを一隅に追い詰めて、やっと全滅させたのは、江戸期の中頃のことです。三河の伊良子岬では、明治になって、かろうじて、野じし退治に成功しました。青森県の外南部では、今でも、年にいくつかの大熊を取りますが、 いずれも冬分に北海道から泳いでくるのだと申しました。これは間違いとしてもともかく、海岸にも山あり、野獣住み、狩りで生活するから海の人でないとは言われぬのです。2、こんな簡単なことまで忘れてしまうほどの人々と日本人の起源を説くのは張り合いのない話ですが、私の言いたいのは、 少なくとも、船は最初の我々の友人でなければならぬということです。すなわち、このごり折々聞く。日本は開国という語は、偶然かもしれぬが当たっています。かの新村がおおりなされたという高千穂の二上峰。あれは、ーガの霧島山のことだ。あるいは、同国、西臼杵郡の高原。 今言う高千穂村の辺に違いないなと論じますはて、どちらであろうかなどと、首を傾けて案じてみる人は、もうありますまい。なんとなれば、人が空から降りてきたということは、神話に過ぎぬからであります。しかるに、自分は、先頃中の旅行において、古事記、日本書紀にはなんとあろうとも、日本人の祖先が、 海外から移ってきたなどということは信ぜられぬときっぱり断言した学者に出会ったのであります。決してこれは笑い事ではありませぬ。我々はこれほどにまでこの小さい島をさらに小さく狭くして今日まではいたのであります。いわゆる和光の時代が今少し長く続き、我々の海の勇者が シナの海賊船やヨーロッパの冒険船などと、今少し長く相撲を取っていたならば、その結果はどうであったろうか、興味ある問題に相違ない。がしかし、この調子では、大して望みを食し得られたろうとも思われませぬ。元来人を久しく海岸の地に引き留めうる者は、やはり漁業生活でありましょう。 ところが日本人の少なくとも中堅とも目すべき部分は漁業者でなかったと見えまして今もって我が国には別に漁業専門の部落が至るところにおります運送のごときも主としてこの連中が片手技に引き受けていたかと思われますこれも人によっては船があって漁業がないことがあるかと ありうべからざるように思う人があるかもしれぬが、実際の例はいくらでも挙げ得られるのであります。そうすると我々は、かつて、クメ博士などの考えられた、陸続きでアジア大陸の奥の方から、シナ海岸に出て、朝鮮半島の端まで大回りをなし、あの渡し場を九州北岸へ渡ったろうという説が有力になるようでありますが、 私だけははそうは思っておりませんなんとなれば我々の祖先の移住・土着は山越しでなく海からでありましたいくつもの小舟でやってきて一度に一箇所に上陸したのではなく必ずしも皆北の海岸からでなくむしろ多くの場合には南に面した浜から入ってきたらしい跡があるからでありますすなわち 漁業は根っからやらなくとも、やはり海の人であったと考えているのであります。3。さて、そんならば、最初どうして来たろうかについて、30年ほども前から、宴会の潮流などの方向によって、我々の出発地を考えてみようとした人がある。紀州と佐、または日向の海岸などに、折々、 熱帯の植物の枝、ヤシの実の生なのなどが流れ寄ることがある。自然の運搬に任せても南方の島から出たものがついにはシドへ到着する。人もこうしてこの島を見出したろうかと考えたものも多かった。しかしながら移住は到底漂着と見ることが難しい。九州から南の島々では 前からこんな風に信じ、または伝えている人もありましたが、再子眷属を連れて漂着してくるということは、少し想像しにくいことで、もしまた計画の下に行われた引っ越しであったとしたら、信託や夢の告げに導かれたと信ずべき場合のほか、通例は行く先に関する前もっての知識、すなわち近ければ、 はるかに山の影を望み得たとか、もしまた水と空との愛接する外ならば、何かの機会に予備交通をしていたところでなければならぬようであります。近世の長崎貿易の時代ですらも、船が大会を構想するのは、年に一度の定期風の力でありました。この風を頼りにして、島も見えぬ洋上に浮かぶことは、 小舟の力の力形ととすするところでありますそこでもし計画ある移民ならば必ずや島から島へ岬から次の岬へ事実などには構わず気長に進んでいったものと見るのが当然でありますそうなればこの国へ渡ってくる回路は一筋か二筋北を回ったとしてもせいぜい三筋しかありませぬ すなわち我々は以前この付近の今少し小さくあるいは不便なる島の島人であったということがおいおい立証せられる時代が来は住まいかと思うのであります英国でもこの説の人類学者の中にエリオット・スミス博士の一派などはちょっと木村高太郎氏と近いような説を立てていますただし決して 語音の類似、風習の一二の共通だけを唯一の根拠としているのではない。まず第一には、船というものがよほど古い時代から使用せられていたことを論証し、次には移動には確かな目的のあったこと、すなわちある宗教上の必要から、真珠や香料を遠く求めなければならなかったことを言い、さらにまた、 多くの文明の特徴。例えば、大岩石の工作物、太陽の崇拝、入れ墨の風習、人をミイラにする技術、その他、数カ条の現象が、常に組み合わせをもって、多くの異民族の間に分布せられていることを説いて、ここだけ込み入った文明の特色が、いくつも組み合って存在するのを、偶然の一致とは見られぬ。 多分進んだ文明を持ったある民族が船に乗って広く移り歩き、この技術や考え方を教えて去ったので、それは古代のエジプト人か、そうでなければエジプトに長く住み、十分かの文化の影響を受けた他民族であろうと主張している。いかにも奇抜な説のようでありますが、 進んだ土俗学の研究の結果に基づいて、だんだんにその証拠になりそうな材料を出してくる人が多くなりました。